もう少しだから、そうね、やっぱり聞いた感じはやっぱ練習量の不足が非常にあります。あのやっぱ自信を持って、自分のパートを自信を持って、その自分の部分がこうよくあるんだけど、こう車を走らしているところのこうなんとかな、こう屋根こうなんとか板をこう自分でこう持ってて、そこを通る時だけクッとこうちゃんとやってみたいな、そうなんていうのかな、その橋渡しみたいなさ、受け渡しみたいな、ここだけが自分の仕事だからっていう、その部分が欲しいなと。超重たいですね。多分ビシャーってなってる。車じゃない。相当重たくなっちゃってるけど、そういう感じでいけるといいなと思います。はい、じゃあもう一度、今度じゃあ、どうしようかな。振っても一緒だな。じゃあちょっとまたちょっとカウントでいきます。やっぱりリズムを司っている人はただ表情だけでそのルバートってそのこう揺れることだけの意識を持ってしまうとやっぱり揺れてしまいます。なのでやっぱりポン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 ベースを持っている人はこの1頭2頭3頭4頭がやっぱりずっと底辺に流れていて、そこは動かなきゃいけない、動いちゃいけないところ、ただタラララララみたいなところはちゃんと止まってあげて、パン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 ってまた始まるところはきちんといくっていうような意識を持ちましょう。まあ、リズムキーパーのドラマーと全く同じ仕事をしなきゃいけないところなので、そこは頑張ってやってみてください。じゃあ行きましょう。カウント出します。
ちょっとアンプの話でいろいろとこう議論があったんですけども、アンプというか曲を覚えてください、うん、あの譜面をね、そんな目つぶって、何小節目の何とかないとかそんなことは絶対テストに出しませんので、曲の全体を覚えるということで、そこのその音が来た時に自分はその時どういう指使いだったかなっていうのが、多分僕が小さい頃やってたアンプだと思うんですね。絶対譜面を書けとか、そこの音符の音を言ってみろっての絶対出てこないんだけど、ああこういう風に弾いてたなとか、誰かが来た時に次に自分が弾いたなみたいなことを覚えるというような意識で、アンプというかその曲を覚えるという作業をこれからちょっと8月ぐらいまでにかけてしっかりと全曲やっていただければなと思います。はい、じゃあとにかくしっかりあの小沢さんの CD をよく聴いて、もうから生活の一部にするようにしていただければと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。